午後、沼津市で行われたサッカー J3 の試合中にスタンドの柵が倒れ、10人以上の観客が転落しました。50代の女性が骨折し、病院に搬送されました。午後4時ごろ、沼津市の明日香広域公園多目的競技場で行われていたサッカー J3、アスルクラロ沼津と愛媛 FC の試合中にスタンドの柵が倒れました。 消防などによりますと、10人以上の観客が転落し、顔などを打って骨折した松山市の女性が病院に搬送されました。他にも複数の観客が軽い怪我をしたということです。点が決まったんだけど、みんな喜んで前に行ったんですけど、柵が壊れてみんな落ちてしまった。一気になんか急に落ちていきました。 警察と消防が事故の原因を調べています。